上海の国際空港で男が瓶に入った爆発物を爆発させ5人が重軽傷を負いました爆発後男は自殺を図ったということです男はあちらのカウンターに爆発物を投げつけましたその後周囲にいた人々が男に荷物を運ぶカートをぶつけ倒れた男はその場で首を切り自殺を図ったということです 上海の保東国際空港第2ターミナルのチェックインカウンター付近で12日午後爆発が起きました地元警察によりますと男はカバンから瓶に入った爆発物2つを取り出しカウンターに投げつけて爆発させた後、自殺を図ったということです爆発でこの男を含む5人がけがをしています男はは、重傷で、警察は 男の回復を待って事件の動機など詳しく調べる方針です。